皆さん、ハロービーナスというアイドルグループに所属していたキョン、ナラさんという方をご存知でしょうか。実はキョン、ナラさんは、昔の写真と現在の写真を見比べると全然顔立ちが違うとか。そこでキョン、ナラさんが整形しているのかや、彼氏などについてご紹介します。目次。キョン、ナラのプロフィール。キョン、ナラの性格は良い。理想の男性は。キョンナラが所属するハロービーナスってどんなグループ？キョンナラが整形してるって本当？キョン、ナラに熱愛報道がある。キョン、ナラに似てる人がいる。キョン、ナラは可愛い。キョン、ナラはインスタをやっている。キョン、ナラのウィキや出演ドラマはどうなっている？キョンナラのこれからの活躍に期待。キョン、ナラの関連記事。この記事は2021年12月17日に更新されました。キョン、ナラのプロフィール。本名、振り仮名愛称小括弧終わりコロン、キョン、あゆん。所属事務所、A マンプロジェクト。生年月日、1991年3月13日。現在年齢、30歳。出身地、大韓民国仁川広域市。血液型、A 型。身長、172センチ。体重、47キロ。活動内容、歌手、女優、モデル。家族構成、両親、妹2人。事務所公式リンク。公式インスタグラム。キョン、ナラはスタイルが良い。なんとキョン、ナラさんの本名はキョンアユンといい、ナラというのは芸名である模様です。また身長が172センチであるのに対し、体重47キロということからかなりスタイルがいいことがわかります。女性の方からしたら憧れのプロポーションでしょう。キョン、ナラの趣味や特技。キョン、ナラさんの趣味や映画鑑賞です。そして、ゴルフも趣味としているとされています。また特技については、女優というだけあり演技を上げています。また、ウォーキングも得意としているでしょう。キョン、ナラが芸能界に入ったきっかけはスカウト。キョン、ナラさんが芸能界には行ったきっかけは、中学生の時にスカウトされたからだと言います。その後、小さな事務所に入り演技を習い始めた模様です。また、大学の芸能学科に進学するために歌とダンスを習い始めてから、歌手になることが夢になったとされています。そして今の事務所のオーディションを受け見事合格し、ハロービーナスとしてデビューしたのです。キョン、ナラは朝に弱い。絶世の美女の美女として一躍人気を博しているキョン、ナラさんですが、実は弱点があるとされています。それは、朝にめっぽう弱いという点です。完璧人間に感じられるキョン、ナラさんにも弱点があるということです。しかしながら、撮影がある日は日が昇っていない時間帯でも自然に起きれると言います。これについては、さすが芸能人と言うべきところでしょう。キョン、ナラの性格は良い。理想の男性は。ここまでキョン、ナラさんの基本情報を見てきましたが、やはりキョンナラさんの性格や理想の男性といったディープな情報も気になる方もいるでしょう。そこで、
ここではそのようなあまり知られていない彼女の情報を取り扱っていきたいと思います。キョンならの性格はおとなしい。キョン、奈良さんは見た目は少し気が強そうですが、実際はそんなことなくおとなしい性格だと言います。またその性格もあってなのか、悩み事などがあると一人で誰にも打ち明けないまま悩むタイプだとされています。そのため、完璧になりたいのになれないという理想と現実のギャップに苦しんでいたそうです。キョン、奈良さんのことを、ファンなどは完璧な女性、理想的な女性として思い描く方もいると考えられます。しかし本人からしたら全くそんなことなく、周囲が完璧だと思っている人にも悩みがあるのだとわかるでしょう。キョンならはお茶目。キョン、奈良さんは、ハロービーナスのリーダーであるアリスのインスタグラムのパスワードを知っている模様です。そのことを利用して、アリスのインスタグラムをハッキングしていたずらをするというのです。しかしながら、アリスにインスタグラムのパスワードを変えられ、いたずらができなくなったとか。一見クールそうに見えるキョン、奈良さんにも、こんなお茶目な一面があると知って驚く方もいるかもしれません。またキョン、奈良さんのいたずらを防ぐために、パスワードを変えたアリスさんの行動は英断だと言えるでしょう。キョンならの理想の男性は尊敬できる人。キョン、奈良さんの理想の男性は自己管理ができ、見習う点が多く、尊敬できて頼りになる男性であるとされています。キョン、奈良さんレベルの女性に尊敬される男性とは、どのくらいハイスペックが求められるのか関心を持たれる方もいるでしょう。またキョン、奈良さんは具体的な人物名も出しており、俳優のイ・ドンウクという方がどうやら理想のタイプの模様です。一体キョン、奈良さんの理想のタイプと言われるイ・ドンウクさんは、合気道二段であり日本でも人気のある俳優です。